私の自宅で、そこボイスをお送りしたいと思います。4月9日土曜日です。えー、まあご飯食べに行ったんですけど、ご飯食べる前にですね、えー、ザスパの見逃しを確認させていただきました。今日は岩手、グルージャ、盛岡とのゲームということで、アウェイゲームになりましたけれども、 あの結構ね、ねサポーターさんあ岩手まで,まで行ってらっしゃったんですけど地震の影響等々もありましてあの新幹線が直通でないとか結構大変なところもあったかと思いますあの選手もですねあのバスで7時間移動なんていう、えー、ツイッターも見ましたけれども、えー、全然パクをあの仙台の皆さんに、えー、ご協力いただいてですねあのベガルタの。はい えー、皆さんにご協力をいただきまして、で、練習場を貸してくださったりとか、本当にありがとうございました。えー、この場をお借りして、あの、広大もツイートをしてましたけれども、えー、この場をお借りしてですね、えー、また御礼を申し上げたいかなというふうに思います。さあ、今日は第9節という形になりましたけれども、アウェーゲームですね、えー、岩手グルージャ盛岡とのゲームが行われましたけれども、今日は、1対0で、

えー、まあ、本当にねゴールを割られてもおかしくないような展開もありましたけれどもそこをなんとかし,ないしのいでで、えー、後半の45分、ですねもう本当にアディショナルタイム入ろうかというところですけれども、えー、終了間際に、えー、途中出場の平松選手の、えー、ヒディングが決まりまして1対0ということで、えー、私も先ほどまで日本酒をいただいておりました祝杯ですね、今日はペガサスも勝ち。 ザスパも、勝ちいへへへへへへ。<laughs> もう、だいぶいい気分でね、えー、飲ませていただきました。いやー、もう、押しチームが勝つっていうのは、本当に本当に嬉しいですね。あの、こう、関わらせていただいて、あの、ペガサスの方は、まあ、昨シーズンからかなりね、えー、多くの、 ところで、えー、いろいろ事業的に絡ませていただいてで YouTube の,その実況担当ということであの株式会社ワンズボイスを作っていただいてますし、えー、ザスパの方はもうスタジアム DJ7 シーズン目ですからね非常にそういうところもありがたいなっていうふうに思っているんですけれども、えー、そのやっぱ牛チームがね、あのー、両方とも勝ってくれたっていうのは 非常に嬉しいなと思います。で、群馬のスポーツというものをやっぱりどんどん盛り上げていきたいなっていうふうに思ってますし、で、そのために、まあ僕であったりとか、えー、クレマルもそうですし、で、あと、今日ね、ペガサスのあの、ウグイス城で、あの、自分の嫁さんの、あー、金内がですね、はい、えー、担当させていただいたりとか、あのー、いろいろ本当に嬉しい、 展開がねこういろいろと進んでいる状態ではあるんですけれどもえもっともっと群馬のスポーツを盛り上げていきたいしあのー、ザスパペガサスでその他のスポーツももちろんそうなんですけれどももっともっともこう盛り上げていけるように えー、私自身もそれから会社として企業として株式会社ワンズボイスもしっかりと成長していきたいなというふうに思いますので、えー、ぜひ皆さんですね今後とも応援をよろしくお願いしたいなと思いますオレオさんが1人キャンプ状態ですテントの中に入っておりますオレオさん元気ですね <laughs> いやでも今日は本当に嬉しいですはい あ、ザスパの今、はい、このハリセンも登場いたしました。オレオさん用のね、なんかザスパのユニフォームが出たら、もう速攻で買いたいなというふうに思っております。はい。<laughs> ちょっと興奮しすぎてむせちゃってますけれども、オレオさん。えー、オレオさんも喜んでおります。でも本当にね、あの、今後のザスパというものも非常に楽しみですし、 ええと、今、暫定で、まあ明日もゲームがあるんで、もちろん順位的に動いてしまう可能性はありますけれども、今、暫定で5位ということで、プレイオフ圏内まで入っております。本当に、あのー、なかなかこんなシーズンなかったので、えー、これから先っていうのも非常に期待が大きいかなと思っております。今後もですね、まだまだ第9節が終わったところですので、42試合ありますから、 えー、まだあと33試合、長いですね、えー、シーズンがありますので、えー、ホーム戦ももちろんたくさんあります。えー、ぜひ、正田所有スタジアム群馬に足をお運びいただきたいなと思いますし、えー、可能な方はですね、あの、アウェー戦にも足をお運びいただけたら嬉しいなと思っております。えー、5月に開催される町田戦に関しましては、またカインストラベルさんの、えー、バスツアーが組まれておりまして、 えー、私もですね、スケジュール大丈夫ですので、えー、また同行させていただきたいなと思います。もしよろしければ、えー、町田線のですね、カインズトラベルさんのバスツアーにも皆さんお申し込みいただけたら嬉しいなと思っております。はい。もうわかるでしょ。表情から、もうあのー、うっくそ機嫌いいんだなというのがわかると思うんですけれども、えー、今日のワンボジョガドールはまた勝利したので2人あげたいと思いますけれども、もう皆さんもこれはね、 あの、満場一からというふうに思いますけど、まずゴールを取った平松選手。はい。えー、平松選手を挙げたいと思います。そして、スーパーセーブ連発のくしびき選手。はい。 ここを上げたいなと思います。あの、風間幸喜選手のね、あのー、素晴らしい鬼クロスもありましたけれども、えー、そこも上げたいかなと思いましたが、えー、やはりこの、そのゴールを決めたあ平松選手と、それから、えー、ゴールを守り切ったくしびき選手、あげたいなと思います。さあ、これで今シーズン初の連勝という形になりました。次節がですね、またアウェーになりますけれども、4月16日土曜日、遠いんですが、 琉球でのゲームとなります。SC 琉球戦が4月16日。3連勝、アワで3連勝果たしてもらいましょう。で、連勝状態を続けた上で、4月の24日。はい、えー、このゲームが、えー、日曜日になりますけれども、ブラウブリッツ秋田戦が、えー、まあ、3試合ぶりのホーム戦と。 いう形になりますので、えぜひ、翔田醤油スタジアム群馬に足をお運びいただければと思います。私も4月24日、翔田醤油スタジアム群馬に向かいますのでえ、みんなで盛り上がって参りましょう。今日はみんな、そんな気分じゃないかなと思いますけれども、私も顔が赤いかもしれませんが、はい。日本酒が非常に美味しかったです。 暫定合意も非常に嬉しいです。今後もザスパクサツ群馬盛り上げていきますので、みんなの力でどんどんと盛り上げていきましょう。それでは、この辺りで失礼いたします。また来週ね、即ボイスはお送りいたします。バイバイ。連勝嬉しい <laughs>